はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は第11回、更新すべきか悩むカード対象ということで、やっていきたいと思うんですが、えー、早速ね、リクエスト、もう11回目も埋まりましてですね、無事開催することができたんですが、12回目はまだ埋まってないので、ちょっと開催するかどうか微妙なんですが、はい。まあ、埋まらない分は僕が埋めちゃう可能性は高いんですけど、<laughs> 結局やるんかいって感じですけどね、まあ、やりますけれども。ということでね、今日も3選手、サブネーの3選手やっていきたいと思うんですが、 えと左から佐藤遼河選手、えー、キム・ジンヒョン選手、清武宏選手ですね。はい。この3人いきたいと思います。ちょっとセレッソ多いですね、2人ね。うん。今日はセレッソ色ちょっと強いんじゃないでしょうか。まあ、どれもね、うん、最近売り出し中の若手から、まあ、これまで結構いいカードでできた選手まで、揃ってますんで、結構幅広く面白い評価できるんじゃないかなと思います。ということで、やっていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。 でよかったらね、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。ちょもうすぐね、1000人行きそうなんでね、僕もちょっと最近、チラ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 数字気にしてるんですけど、ちょっと神経質になっちゃってるんですけど、はい。できればね、見てる方で登録してない方、ここだけの話よろしくお願いします。はい。ということで、やっていきたいと思います。<laughs> じゃあ、まず一人目、この選手です。東京ヴェルディの、えー、佐藤涼が選手ですね。最近、グレード爆上がり中。まあ、去年もね、去年すごい活躍しまして、もう注目の的だったと思うんですけど、 結構ね、グロアサリとかで名前上がってた選手の一人ですね。まあ当然グレードも上がりましてですね。もうグロアサリができない状態になっちゃったんですけどね。早くもね。うん。まあやっぱ J2 はこういうとこあるよね。うん。若手選手が活躍したらバンって上がっちゃうからね。ら例えばこの佐藤選手がまた次ね、ステップアップとかで J1 とかに挑戦するとかなったら、下がってまたチャンス出てくるかもしれないですけど、まあ必ずしも出てくるとは限らないでね。まあ。 やっぱこういう若手の選手っていうのは早めにグロアサリした方がいいっていうのがね結構見本としてあの <laughs> 言えるような選手ですねはいでね昨シーズンもすでにねエクスペ出たりとかしてるんで、まあ、そことちょっと比べていきたいかなと思います今年もねストライカー出てるんで、まあ、そこもねどうかなってところですねじゃあいきたいと思いますはいじゃ最初22ストライカーなんですけど、まあ、ストライカー推奨ですね完全にまあ上位スキル互換まあ上位互換スキルうんなんですよねもうゴールハンターとフォックスインザボックスなんで 上位上位ということで、はい。もうダブル上位なんで、<laughs> 当然こっちかなっていう思います。まあ限定なんでオフェンスもね、優遇されてるし、まあボナセも変わらんし、まあ他も差がないので、まあ必然的にちょっとこっちになっちゃうかなっていう感じですね。まく、あ、クラちゃんもね、ホックスインザボックスの関係でこっちですね、裏乗っちゃうんでね、30%。なので、ストライカー優勢とさせていただきます。次。去年のエクスペの、えー、後半シーズンですね。 これエクスペス衣装かなうん、個人的には。こっち結構強いですよね。普通に。ゴルフハント無回転って結構なんか昔流行った組み合わせなんですけど、まあ今でも全然使えると思います。で、能力値はね、まあストライカーの方が当然。あ、ストライカーじゃない。レギュラーね。レギュラーの方が全然いいんです。あ、いや。そんなことないね。<laughs> ちょっと待ってね。あ、いや、オフェンス値はこっちの方がちょっと高いか。まあやけまあ、能力値的にもまあ、うん。 これだしちょっとせっかく僕間違って書いちゃってるんで、まあ、ストライカーとの比較するとストライカーよりも正直こっちの方がちょっと魅力かなって感じはしますもうこじつけですけどもうなんなんもうちょっと僕はこれ間違えてちょっと作っちゃったんで <laughs> もう直すのめんどくさいんでもうストライカーが強いのは間違ってないんで能力値はねストライカーとちょっとついでに比べますけど、まあ、ストライカーよりも僕はこっち側が好きですね個人的にははいでボナセ戦 EP ね結構これ魅力だし まあ、どっちみち、スキル構成的にもエクスペ優勢ということで。ということは、今、佐藤良河選手で一番強いのは去年のエクスペということにさせていただきたいと思います。ということで、一人目、佐藤選手でした。じゃあ、二人目、えー、セレスソ大阪、金ム・ジ選手です。スキル構成いいんすよね。うん、組み合わせはね、逆やったらなって感じしますけど、逆やったら完璧なんですけどね。うん、A が間合いで、B がセービングで、C がハイボールディフェンス。これ、パンチン系なんですけど、 A と B 逆やったらなぁ。<laughs> A と B ねまあでもこういう選手もおった方が面白いよね。確かにね。まあわかる。上の気持ちは分かります。はい。確かにこれ A と B 逆だったらちょっと強いんですけど。まあ A と B 逆だったら権田選手と一緒か。うん。まあ権田選手がいる関係でこうなっちゃったんだと思うんですけど、まあこれと果たしてどうなのかってね、去年のレギュラーと比べてほしいという声があったんで、ちょっとやっていこうかなと思います。 じゃあまず1枚目はこちら、去年の前半限定、これ22レギュラー推奨で出させていただきます。もうこっちもスーパーセービングっていうのと、やっぱレーザーフィードと前比べたら間合いの方がいいということで、もうレギュラー一択かなと思います、22ね。うん。で、クラちゃんもまあスキル数の関係とかもあるし、まあ、発動しやすさとかも全部含めたら、まあ、クラちゃんも22レギュラー推奨でいいのかなと、正直ちょっと思っちゃいます。 まあでもそんなに差はないんで、まあこっちむ使ってる人はもう無理やり更新して、まあ別にクラチャンぐらいだったらこのまま2021使っても全然、まあ問題はないと思います。はい。次、後半シーズンですね。これもね、ちょっと迷ったんですよ。ゴッドハンド持っててボナセンディフェンスやしと思ったんですけど、まあ22レギュラー推奨です。ちょっと今から残酷なこと言っていいですかキーパーってね、意外と止めないよな。<laughs> いや、ゴッドハンドがいいんですよ。ゴッドハンド以上は絶対いいんやけども、 あの <laughs>、22レギュラーはね、組み合わせいいよ。組み合わせがいい。うん、間合いがあるのがね、でかいんですよねで。言ったらよ、これ言ったらなんですけど、ゴッドハンドで止める数と、A の間合いスキルで止める数、どっちが多いですかって言われたら、ワンチャンゴ分な可能性もあるし、ワンチャン間合いで止めるのは、そのハマった時はね、間合いの方が止める可能性だってあるんですよ。なので、もう22レギュラー推奨かな。 うん、正面は絶対こっちの方がいいんやけども、その間合いのところとか入れちゃうと、うん、2時レギュラーかな。これはちょっと、まあ、いつも言ってることとちょっと違うんですけど、こういうイレギュラーな組場合もあります、正直。うん、だからまあ、こういうこと,とこでね、取り上げてよかったなと思います。まあ、やっぱ間合いスキルで、はい、もう2時レギュラー推奨とさせていただきます。ということで、2人目、キム・ジンヒョン選手でした。 3人目なんですけれども、3人目は同じくセレッソ大阪の清竹博士選手です。これね、ジェイクラ界に次ぐね、清竹選手といえばグレード2番目高い MF ミッドフィルダーの選手なんですけど、ハイコントロールフリーキック、ロングループシュート、テクニカルドリブル、ちょっとね、きついよね。<laughs> あでもこれ後半シーズンは期待できると思います、正直。あの前半シーズン、レギュラーのスキル悪かったら後半良くなる説あるんで、後半の清武選手のレギュラーには十分期待できると思うんですが、まあ、これもちょっと比べていきましょう。はい、スターターね、もうスターターと比べたらスターターの方がいいんですよね、正直。うん、スターターの方が僕はいいと思う。能力値はも当然そうなんですよ、グレード差10あるし、レギュラーなんですけど、スキル構成が圧倒的にこっちの方がいいっていうね。 エンパス、ロングシュート、どっちもね、使えるっていうんですけど、だロングシュートはそんな期待できないと思うんですけど、このエンジェルパスね、ここに期待して使うなら使いたいなっていうところで、まあ、スターター推奨ですね。うーん。こう、オフィッチが高いね、限定の清武選手とかやったら、この組み合わせ結構好まれる可能性高いんですけど、まあ、そもそも限定だったら3スキルで出るんですけど <laughs>、うん、個人的にはこっちの方がエンパス持ってるっていう点で評価高いんで、こっちの方がおすすめです。次。 じゃあ、プレイメーカー2020に出ましたけど、これとどうかって言ったら、まあ、プレイメーカー推奨ですね。うーん。プレイメーカーはね、いいんですよね。パーフェクトパサーいいし、アーチドライブいいし、で、チップパスね。うん。いいね。うん。いいです。<laughs> 悪くないです、組み合わせ。うん。で、スタメンフェンス強化チームスキル持ってるし、まあ、結構完璧ですね、これはね。クラチャもこっち推奨でいいと思います。 はい。で、あともう一枚ね。もう一枚なんですけど、これ一応レギュラー2021結構使ってる人多いんで持ってきたんですけど、これもね21レギュラー推奨なんですよね。うーん。そんなに差はないんですけど、<laughs> やっぱトップ下ならね、コンドラの方がまだいいと思う。ロングループってもうちょっと近くないとね、シャドウとかだったら結構おすすめできるんですけど、トップ下のロングループはちょっと遠いかな。うーん。まあでもそんな差はないです、正直。そんな差はないんですけど、 はちょっと押させていたただきいいいなとと思いますということで、いかがだったでしょうか3人終わりましたけれどもまあ、今回はねそうですねまあ、結構そのベテランのところから若手ところを扱っていったんですが、まあ、これからね佐藤選手に関してはいっぱいカード出ると思うし清武選手とか金ム・ジ選手に関してはこれから今年もね結構、高グレの限定出る可能性結構あると思うんで今後のねカードにも十分注目したい3人であったと思います。 でよかったらね、リクエスト受け付けてますんで、よかったら、どしどし、なんかこれ比べてほしいとかあれば、ぜひ送ってください。でよかったら、チャンネル登録、高評価も一緒によろしくお願いします。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。